はい、どうも、さとちゅんチャンネルでございます。ライブ中にですね、開催してた、Amazon プライムデーで、視聴者さんからね、コメントいただいて、このね、Fire HD が激安で売ってるという情報をね、得ましてですね、ライブしながらポチったというのがこちらのね、Fire HD8 ということだったんですよ。これね、もう実を言うとね、前々から欲しいなとは思ってたんですけども、なかなかね、購入する踏ん切りがつかなかったんですけれども、やっぱりね、今回、あんまりの安さに、ポチってしまいました。まあ、5980円でしたからね。で、うちのチャンネルでもね、Amazon Fire シリーズのコンテンツっていうのは、たくさんの人に見ていただいてます。で、しかもですね、ここ最近、チャンネル登録者さんも増えてきたんで、ここでですね、改めて、Fire HD8 っていうのは何ぞやというところをね、説明したいと思います。この Amazon の Fire って何なのよというところをね、ちょっとわかりやすく、改めてね、やっていきましょう。で、こういうね、タブレットと言うとですね、皆さんまあイメージするのは、まあ iPad とかね、それから Android、で、あとは、まあ Surface なんかでね、人気ですけど、Windows なんか、いろんなね、OS を搭載したタブレットっていうのがあるんですけども、この Fire HD8 もその中の一つなんですよ。まあ皆さんおなじみのね、この Amazon ね、このネットショッピングではまあおなじみですけども、この Amazon が開発した、タブレットなんですよ。Fire OS っていう OS を積んだ、独自の規格のタブレットなんですね。でね、タブレットっていうとね、まあいろんなことをやらせるっていうのがまあ魅力の一つだと思うんですよね。たくさんのアプリを入れて、そうですね、まあゲームをやったり、どうですか、天気予報をやったり、なんか万歩計として使ったりとかね、あとカーナビなんかね、いろんな使い方をね、タブレットでやらせると、まあいうことが魅力の一つなんですけれども、まあもちろんね、この Fire タブレットも、まあネットを見たりとかね、うん、まああとはニュースとか調べ物とか、あと、ま、カメラがついてたり、まあ、もちろんゲームもできます。でもですね、まあ、ここのね、アプリストア、まあ、この何 ?APPS っていうの?まあ、Amazon のね、独自のアプリストアなんだけど、やっぱりね、他のタブレットほどはね、アプリの数は少なくはなってます。はい。例えばね、これまで使ってた iPad とか、あとは iPhone とか Android とかね、あの辺で使ってたアプリが、これでできるというとは限らないわけなんですね。ただですね、Fire の場合は、Amazon コンテンツ、まあ、Amazon Music とか Amazon Video とかね、それから Kindle、ね、本を読む Kindle とか、まあ、こういったコンテンツを楽しむのに特化したものと思ってもらうと間違いないですね。で、それを、格安で楽しむには最適にチューニングされた端末と思って差し支えないと思います。はい。とは言ってもですね、この映画、音楽、本、これだけでもね、その量っていうのはもう膨大なんですよ。ものすごい数があります。これをですね、生きているうちに全部見ることなんてほぼ不可能ではないかなと。と言っても差し支えないぐらいの量がありますので、Amazon のコンテンツだけを見ても、ものすごいね、量があります。まあね、このね、特徴はですね、ちょっとこれ、大丈夫かな?ね、ちょっと待ってくださいね。これは言っても大丈夫かな?まあ、このようにですね、トップページからこうやってスライドするだけで、いろんなコンテンツが直接見ることができるわけですよ。これトップページから横にね、スライドするだけで、直接 Amazon のコンテンツに行けるようになってますので、このあたりの使い勝手がいいですね。このトップページからこうささっと行けると、いうところがね、この Fire タブレットの扱いやすいところなんですね。やっぱりまあ他の端末だったらまあやっぱり専用のアプリを一個一個立ち上げてから使うというのが基本になりますけども、やっぱり Fire はその辺が扱いやすく設計されていると
いうのが特徴ですね。まあですね、なんといってもまあ価格ですよね。ぶっ飛びの価格。はい。私ですね、前回のですね、モデル、旧型モデルですね、今持ってます。7インチモデルね。こちら旧型の7インチ対モデル、ファイヤータブレット。これは3480円で購入しましたし、上のグレードになるファイヤー HD8、これは5980円で買ったということなんです。この価格でですね、これだけの性能を出すということはね、他の OS とか端末ではないんですね。厳密に言うと、本当に古いモデルだったら、中古品とかでね、まあ、それぐらいの価格で買うことは不可能ではないんですけども、あったとしても性能がね、まあ、しょぼすぎて、全然レベルが違うと思うんですよね。まあ、これは、Amazon のサービスをセットで使ってるからこそ、まあ、この価格で、このサービスが受けられるというところですね。とにかく、まあ、その Amazon の会員にさえなってれば、この安い金額で、まあ、購入することが可能です。まあ、私の場合、これね、さっき言ったように5980円で買いましたけど、これ会員になってなかったら11980円ですからね、値段がやっぱり全然違ってきます。まあ、それでもね、安っちゃ安いんだけどもね。やっぱりこの Amazon の会員になってプライムサービスを使ってからこそ、この端末は100%の性能を発揮できると言っても過言ではないんですね。はい。なのでね、まあ、逆に言うとね、会員になっている人だったら、もうただみたいな価格なんで、持っててもそうはないし、もう改めてね、もうこれを使うために会員になってもいいかと思います。ちなみに年会費は3900円。これ高いと思いますかね。これ私ね、貧乏人でもね、これね、安いなと思ってます。月平均にすると325円で、本が1冊毎月無料になると。で、さらに映画が見放題、音楽も聴き放題、で、サービスが受けられるので、これはね、新聞を取るなん、取るよりはね、こっちの方がお得じゃないかなとさえ思っております。はい。でね、ちなみにですね、この FireOS、最新のモデルはですね、Android 5.1がベースになってるんですよ。Android ね。うん。すなわちですね、裏技を使うことでね、Google Play を入れることも可能らしいですね。まあ、私はやんないんですけれども、まあ、そういったことも不可能ではありません。で、やっぱりね、このサクサク動く軽快な動きっていうのは、やっぱり、FireOS ね、Amazon のサービスをと使うことを特化してるもんで、サクサク動くというのもあるんですが、特にこれ、旧型の Fire タブレット、7インチのね、このモデルだとメモリーも1ギガしかないので、ちょっとね、Google Play を入れるには、ストレージも足りませんからね、きついかなと思うんだけど、この Fire HD8 だったらメモリーも 1.5 ギガありますし、あとはストレージもね、16と32ギガありますから、そのあたりちょっと余裕があるので、割とね、ライトな用途だったら、そういう使い方もできるんじゃないかなと思います。まあ一応ね、スペックの方を簡単に紹介しますと、まあこんな感じになっておりますね。はい。これが Fire HD8 のスペックです。はい。よいしょ。まあちょっと待ってね。ディスプレイサイズがね、8インチの IPS 液晶になってまして、まあ、IPS っていうのはね、こういうやつ、TFT と違って、角度によってね、画面が見えづらくなるっていうのが少ないんですよ。どの角度から見ても綺麗に発色するというのが特徴の液晶画面ですね。はい。で、ドット数はね、1280×800 になってますので、前のファイヤーよりも、まあ、画面が大きくなった分、細かくなっています。で、さらにですね、ドットの形状をね、見直して、新型モデルはさらにね、くっきりはっきり、見やすくなってるのが特徴ですね。これ私ですね、新旧比較して、あ、これ違うなってすぐね、わかりました。それぐらい、画質は、やっぱ違いますね。で、CPU の方は 1.3GHz のクワッドコアになります。メモリは 1.5GB。さっき説明した通りですね。で、まあ、このスペックであれば、FireOS はね、もう十分軽快に、動かすことができますね。で、ストレージは 16GB になっています。僕が買ったやつは。この他にも 32GB がありますけども、マイクロ SD の方でね、
ストレージ容量拡大できますから、まあ、16ギガで十分じゃないかなというのが個人的な感想です。アプリとか画像データ、それから音楽とか本とかっていうのもね、この SD カードに保存することが可能ですんでね。それと、あとね、ステレオスピーカーなんですよ。これがなかなか、また後ほどね、詳しく解説しますけど、Fire HD とは、こことここにね、スピーカーがついてるんですよ。二つ、ステレオになってます。なので、すごく音に臨場感、奥行きがありますね。これはね、特に映画とか見てると、聞いてきます。それからカメラはね、メインカメラが200万画素。で、フロントカメラが VGA って書いてるから、まあ30万画素ぐらいなんですかね。はい。まあ、おまけみたいなもんですね。一応、これでね、YouTube のライブ配信も可能です。はい。本体サイズが 369g なんだけど、結構ね、軽いんですよ。こちらはね、300g と 70g ぐらい違うんだけど、こう持った感じがですね、これ体感的なんだけど、なぜかこっちが軽く感じるというね。大きさの割には軽いですね。やっぱ薄いからかな。軽く感じます。こっちの方がね、不思議と重たく感じるっていうね、謎な感じがします。でも測ると、こちらの方が軽いですね。はい。ちなみにバッテリーの持ち時間12時間って書いてありますけどね、これね、もっと持つんじゃないかなと思うんだけど、どうなのかな。これちょっとね、実際にやってませんけど、多分ね、使いっぱなしにして、例えばゲームとかウェブブラウジングとか映画とかね、連続で12時間だと思います。待ち受けだともっともっと、数日持ちますね。はい。私一晩ね、ちょっと寝かしてたんだけど、バッテリーが全く減らなくてね、びっくりしましたね。充電して100%にした状態で、まあちょっとツイッターちょろっと使ってね。で、そのまま一晩置いてたんだけど、置いといたんですけど、バッテリーのインジケーターが100%のままだったというね。もうどんだけ消費電池少ないんだろうなと思ってね。はい。というような感じですね。まあ特にね、やっぱりこの Fire HD8 の魅力は、まあいろいろあるんですけどね。まあ一つはやっぱさっき説明したように、ドルビーサラウンドっていうのを搭載してまして、このまあステレオスピーカーと相まってですね、迫力がすごいんですよ。映画とか見るときのなんかドドーンとかね、特にアクション映画とか見るときのなんかこう衝撃音とかね、クラッシュした音とか爆発した音とかの迫力がなかなか5980円とは思えぬ音がしますのでね。はい。まあ、てなわけでね、まあ、この Fire HD8 っていうのは何なのよというのをね、まあ、ちょっとざっくりですけど、簡単に語ってみました。まあ、次回はね、この Fire HD8 しばらく使ってみてね、新型と旧型にと比較したときにね、どんな風に違ったのかというのをね、またね、説明していきたいと思います。ということで、今回はここまでですね。それではまた次の動画でお会いしましょう。さとちゅんチャンネルでした。